イムラやグループアンナミラーズアンナミラーズ赤坂三納した店。アンナミラーズはアメリカペンシルベニアダッチのドイツ風スタイルの家庭料理とデザートパイを提供するレストラン。日本とアメリカ合衆国ハワイ州で展開されている。しばしばアンミラと略して呼称される。日本ではイムラや株式会社フードサービス事業部が運営しており、同社はアンナミラーズ及び アンミラーの名称を商標登録している。1973年、ハワイとアメリカ西海岸でオープンしたレストランがアンナ・ミラーズの起源である。ペンシルベニア・ダッチの子孫の創立者、スタンレー・ミラーはレストランを開くにあたり、祖母・アンナが作っていた素朴なペンシルベニア・ダッチスタイルの家庭料理をコンセプトとし、店に彼女の名を冠した。日本で、 最初のアンナ・ミラーズは1973年6月13日にオープンした青山店である。井村屋製菓所大社長である井村次郎が外食産業に着目し、米国に視察に行ったことがきっかけとなり、米国アンナ・ミラーズ社の日本でのチェーン店展開のためにライセンス契約を締結、浅田武雄がアメリカで本場の味と接客を学び、1号店の店長となった。 その後、1990年に井村屋製菓がアンナ・ミラーズ社から日本での商標権を取得。以後は日本独自の店舗展開を行っており、店舗の中にはアクアシティを台場店でのアメリカンフュージョン料理や高縄店でのベーカリーなど独自色を持たせた店舗もあった。2006年10月から関東地区のコンビニエンスストア限定でアンナ・ミラーズオリジナルアイスクリームパフェを発売。 製造は、イムラヤグループの事業会社であるポレアが担当している。日本国内の店舗は、かつて営業していたものも含め全て首都圏にあった。青山店開店後ほぼ1年に1店舗の割合で、新店舗がオープンしてきた。1990年代には、複合商業施設やデパートへの出店が目立ち、最大で20店舗まで増加した。最盛期の1990年代には、 商品価格が開業当初の約2倍に跳ね上がり、例えば主力商品のパイは開業当時350円前後から600から700円台になり、軽食メニューは主に1000から1500円前後の価格帯となるなど、飲食業の価格破壊が進む中、割高感のある価格設定となっていた。これがわ愛し、営業赤字が深刻になり、2001年3月期は1億9000万円の 赤字決算だった。2000年以降は、郊外の店舗を中心に多数を閉店し、2017年現在、国内では、高輪県のみとなった。東京と世田谷区共同にあったカミサリーは、効率化のため、フードサービスファクトリーと称し三重県津高茶屋七丁目津工場内、栄説、津工場第五部門という位置づけとなった。日本以外では、 アメリカ合衆国ハワイ州のパールリッジセンターに店舗が存在する。2013年1月に中国、天津市の天津浜海新区伊勢丹の地下に天津浜海伊勢丹店を出店。同年9月には中国に豪店となる天津市内伊勢丹店を天津伊勢丹の地下に出店した。中国の2店舗は、イムラや食品有限講師が運営している旧。 アンナ・ミラーズ自由が丘店披露店で使用されていたジャイロキャノピーウェイトレスの制服は独特のデザインで人気が高い。漫画、アニメ、ゲーム他の登場人物がアンナ・ミラーズ制服に似た衣装を着ていることが多々あるほ他ロイヤルホストにまで模倣されている。この制服人気の高さがコスプレ系飲食店やメイド喫茶などにも影響を及ぼしたと言われている。 制服の大まかなラインは30年間でほぼ変わらず、エプロン前面の根元のタックの量が増えたり、チロリアンテープの幅が広がったりした程度である。小物に関しては2000年前後にカチューシャが廃止されたほか、足元も当初のストッキング白のモカシンシューズからルーズソックススニーカーへ変更にされた。色はピンクとオレンジから始まり、高輪県の改装時に赤が加わった。 ありがとうございます。